どうも、青木康弘です。今回もプロレスの話をしていきたいと思います。いつもはですね、隣にジグザグジギーの宮沢くんがいるんですが、今回ですね、僕ら二人のスケジュールがなかなか合わず、ちょっと一人で語ってみようかという話になりまして、今回はそれぞれ一人ずつ語っておりますので、ちょっとぜひ聞いてもらえたらなと思っております。そして今回僕が えー、お話しするのは、えー、8月10日に、えー、開催されました、えー、プロレスリングノアの横浜文化体育館での大会、えー、こちらを、えー、見に行きましたので、えー、ちょっと感想とかを織り交ぜつつお話しできたらなと思っております。えー、まずですね、もう当日が、えー、めちゃくちゃ暑かったなぁと思って、いつも、えー、っと、館内の駅、 横浜からですね、乗り換えて館内の駅まで行くんですけど、その横浜から電車来るまで待ってる間にもう汗がだらだらで、なかなか今回はしんどいなぁなんて思いながら会場に行って、えー、っと、先輩の、えー、森さん、元エネルギーの森さんと、えー、そしてこの前漫才師を引退してマルチタレントになった、えー、小橋太ったさん。 えー、なぜか自分で、えー、マルチタレントをやってますっていうことを公言しながら、えー、活動を続けていくという、まあ、普通ねマルチタレントっていうのは周りが、えー、決めることなんですけども、えー、小バ太フさんはもう自ら、えー、自分で、えー、マルチタレントだと名乗りながら、えー、やっていくその先駆けになりたいっていうことを、えー、言ってましたけどちょっと何言ってるかほぼわかんなかったんですけども 新たな道を進まれた小橋太太さんと森さんの3人で見に行きました。でまず行ってまず会場に入る前にですねんか事前にネットでもできたそうなんですがコロナ対策の一環として名前住所そしてここまで何で来たのか。 車なのか電車なのかバスなのかそういったことも情報も書いて自分が座る席の場所も書いて全部提出してもしも万が一のことがあった時のために書いて中に入るという流れでした中に入る前ももちろん体温も測ってアルコールでスプレーでしっかり除菌もして えー、会場内に入るという、まあ、これだけであの体温を測る人そして会場、えー、除菌する人で結構人件費使ってんだなみたいな,なんか本当なんかえっ、ー、とそういうなんか大変だなっていう感想を思わず、えー、持ってしまいました。もちろん、えー、コロナという中で えー、工業をやっていくっていうのは本当に大変なんだなっていうやっぱりこれまでだったら絶対に、えー、必要なかった部分も必要とされるっていうのはいろいろ経費もかさむんだろうななんて思いながら、えー、中に入りましたで中に入って、えー、まず、えー、驚いたのが、えー、横浜文化大学館何回か行かれてる方は分かると思うんですけども えー、入り口のロビーのところがですね、いつも物販スペースとなってまして、割と、えー、ここはいつも賑やかな感じでわちゃわちゃしてるんですけども、えー、もちろんそこの物販スペースには、えー、何もなく、えー、ちょっとガラーンとした、えー、感じになってまして、まあ、これが、まあ、しょうがないなと思いつつも、やっぱちょっと寂しさも出てくるわけでございますよね。 うーんこればっかりはしょうがないんですがそしてまあ中に入ってなんか事前の話だとちょっと会場内が暑いんじゃないかっていうことも聞いてたんですがそんなこともなく、えー、もちろん換気をしっかりしながら、えー、空調もしっかり機能してましてとても快適に試合が見ることができました、えー、試合に関しましてはちょっとまあ前試合 いろいろ語ると、なんか長くなっちゃいそうなので、ちょっとずつつまんでお話ししたいなと思います。えー、まあ、印象に残った、えー、メインイベントと、えー、セミの試合を語りたいと思います。まあ、やっぱメインイベント、えー、塩崎豪選手、g シ c ヘビー級チャンピオンの塩崎選手と、えー、ナショナル、えー、c ナショナル選手権者、えー、ケンオー選手の、えー 統一戦と言いますか、2大タイトルマッチ。こちらがですねメインイベントでまあ結果から言うと、えー、60分フルタイムドローという、えー、形だったんですが、まあ、僕の一個人の意見としまして僕は昔からちょっと60分フルタイムドローがえー、っとなんか苦手でしてこれはまああのいや決着つけてよっていう決着ついてほしかったなーっていう気持ちがいつも あのー、出てきちゃうのが本音でありまして「えー、60分フルタイムドロー」はどうなんだろうないつもとかなんて思ってたんですけども、えー、今回の「60分フルタイムドローは」は、えー、とても、えー、濃密な濃厚な時間と言いますか、えー、2人だからこそ、えー、現在進行形の今の、えー、最高のノアの試合が、えー、見れたのかなと。 えー、個人的に思っておりますなんか、えー、といろいろ、ね、まだその統一戦二大選手権やるの早いんじゃないかみたいな,なんか賛否両論の、えー、声もあったみたいなんですが、あのー、蓋を開けてみたらこの二人がしっかりお互いベルトをかけて戦ったことに、えー、すごい意味があったんじゃないかなと、えー、思います。 やっぱりそしてあの塩崎選手塩崎選手は、えー、とそのん5日前かなんかにも、えー、丸藤選手相手に、えー、ジェシーヘビーのベルトをかけて戦って、えー、まだ多分激闘の傷も癒えてない中拳王、えー、選手の、えー、打撃、えー、それをですねもう一心不乱に耐え続けて。えー 最後、引き分けになってしまいましたけどもしっかり最後マイクで、えー、会場も閉めてですねコメントブースでもしっかり、えー、発言して本当に翌日の記者会見にも出ていやー本当にすごいなーと、えー、これぞ GSC、まあ、何が GSC チャンピオンだっていうの定義はそれぞれが持ってると思うんですけども あこれが今のノアの j s c のチャンピオンなんだなって、えー、思える、えー、選手なんだなととても痛感しましたえー、っとまた今後誰が相手にね防衛するかちょっとまだ分かんないですけどもそちらもすごい楽しみだなと、えー、思いましたそしてセミですね、えー、セミのスペシャルシングルマッチ武藤、えー 刑事対、えー、清宮海斗選手の一戦です。えー、年齢差が、えー、33歳、えー。33歳じゃないか。33歳か。違う。あっ違うか。33歳。そんな離れてるのえあそうか、えー。そのぐらい離れてる2人。親子のような。 関係性の2人が戦うということで、えー、どんな試合になるのかまあ,あのやっぱ武藤選手は、えー、皆さん昔から見てる方分かると思うんですけどもやっぱりこう、えー、全てを持っていく力がある方、えー、その試合を見終えた後に結局武藤敬司だけが目立ってたな武藤敬司の強さが際立ったなっていう試合をこうさらりと。 やってしまうタイプの人でそこにどう清宮選手が自分の色を持っていくかっていうのがちょっと一つのポイントだったなと思ってたんですけども試合が始まってやっぱり、えー、武藤選手の例えば、えー、ドラゴンスクリューを、えー、切り返して、えー、先に回って技を受け止めるところとかですね こうえー、そして必要以上の腕攻め腕攻めも何パターンも、えー、見せて、えー、くれてちょっと清宮選手あの恐ろしいなというぐらい才能に溢れてるなって思いましたやっぱりあ,のああいうビッグマッチで、ね、ああいう雰囲気の中 いきなりね、久々の、武藤選手も久々のシングルマッチだったんですけど、ああいう中であそこで自分の顔を、あの若さで出せるってやっぱ、将来がすごい楽しみだなって思いました。結果的にはね、武藤選手の足音の地固めで負けちゃったんですけど、清宮選手、まだ24歳 ?24 歳で、ああやっていろんな経験ができて、それは、 本当に今後のノアの財産だなって、えー、帰りのね、えー、ちょっと鳥貴族寄ったんですけど小林太田さんが大好きなんでそこでもねそういう話題が、えー、出ましただからやっぱり、うん、これからのノアも清宮選手がいれば大丈夫って徐々,に徐々にもっともっとなっていくんだろうなと思いましたまあでも あでもそしてやっぱ勝った武藤圭司さんは武藤圭司でやっぱり自分をしっかり最後出して勝つ、えー、試合中に、ね、あっちーって大声で言ってましたけどやっぱ選手の汗の量も尋常じゃなかったんですけど、まあ、そういう、うん、一個一個の言葉だったり動作だったりがやっぱり印象に残るのってこれって本当に表現者としてもすごいなと、えー、感じました。 あ,そしてあとあれです、ね、N1 が発表になりましたね、また、えー、リーグ戦が A ブロック、B ブロックに分かれて、えー、ここにですね桜庭和志選手がついに、えー、参戦することに決まりまして、これがまた A ブロックということなので、えー、桜庭選手と塩崎選手の戦い、そして清宮選手との戦い、えー、ドラゴンゲートの望月選手の戦いとですねいろんな、えー、バリエーションが見えて、 それもすごいえ今後もまた、えー、いろんな試合またどうなるかもこのコロナの状況で、えーね、えいつまたもしかしたらまた公表できなくなっちゃったりとかもっともっとまた入場制限入場規制が入っちゃったりとか、えー、あるかもしれないんですけども、えー、会場プロレス会場ではですね、えー、そ,それぞれの団体の方々が最善の策をとって コロナ対策をしっかりやってますので、えー、もっともっと、うん、お客さんも、えー、来られる範囲で見に来てほしいなと思いました、えー、そしてもっともっとノアも、えー、これから盛り上がってい、えー、けたらいいなと、えー、ものすごく見てて感じました、えー、またこれからも楽しみにしておりますのでまた見に行きます、えーまあ、こんな感じで一人語り終わろうと思ってるんですけど いかかがだったでしょうかまた次回からは、えー、ジグザグジギ宮沢くん2人で語りますので、えー、そちらも楽しみにしてくださいそれでは本日はこれにて終了となりますどうもありがとうございました